皆さんんごきげんよう、えー、生活後の不正受給の話をします。で生活後の,の不正受給ってなんか不正受給、不正受給って結構言葉が一人歩きしてる感じがするんですよね。で、あの芸人のね、あの人が不正受給みたいな話になったじゃないですか。まああれもね、まあ家族のその息子が芸人として稼いでるのに、なんでお母さんが田舎で受けてんだ、その息子のね、稼いだお金を払えばいいんじゃないか。だから不正受給。 みたいな話ででもあれ厳密に言うとね難しいところなんだよねだってその息子さんがあの支援できないとか言い切っちゃえばな仲が悪いから、ね、無理とか、ね、<laughs> 不仲だからって言えば支援できないってなって不正じゃないけどまあとにかくまあテレビのニュースでまあこっちの人とかがあの不正受給とかありますよねなんかそれでなんか不正受給があったって言ってあの 映像を映したらすげえいい車に乗ってなんかごついさ兄ちゃんが出てきたりとかしてまあもろ不正受給だよねあればねで普通に生活保護を受けてる人がじゃあ不正受給するかって話になったらあのしないんですよあのほぼもう1%未満なんですよねそれはまああの統計で出てるんですよでなんでかっていうと生活保護に感謝してる人が多いんですよね受けてる人っていうのはあんまり文句言う人っていうのはいませんもちろんね取るに足りない話で もっとお金が使えればとかもっと部屋が広ければとか、まあ、あると思うんだけど僕は生活保護の人といろいろねそのやり取りさせてもらって意外となんだけどお金のことに関してあの文句言う人とか不満を言う人って意外といないんですよね。なんでこれっぽっちしかもらえねえんだこれじゃあやっていけないじゃねえか俺たちを国は見捨てたのかとかみんな言わないんですよね。でなんか意外とねあの心が豊かっていうか。<laughs> なんか足の引っ張り合いとかするような感じではなくって僕はそういう印象を受けました意外にねだからお金の面で本当文句言わないんですよでもすごいもらってるかって言ったらもらってなくて自由に使えるお金っていうのは8万ぐらいですよね、まあ、家賃を払ってもらえて光熱費とか、ね、あの食っていく金とか生活に必要なお金がまあ8万ぐらい渡されてれるんですよねで意外と文句みんな言わない 時間は余るとか暇だよねとかそっちの方に文句言ったり <laughs> する方が多いかなと思うんですよねなんか人恋しいじゃないけどなんか人との関わりが欲しいとかそれ文句ではないけどねまあ強いて言えばそこをちょっとねみたいな感じでだから意外とねあのブー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 文句言ってる人っていうのはあのこれもなんかパラドックスかもしれないけど普通になんか会社勤めしてる人の方がブー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 文句言ってるような印象を受けますまあ 僕もねまあ非正規とはいえ会社を勤めしていてまあ周りにねその正社員非正規っているんだけどやっぱりなんかまあ今の職場だけじゃなくてねなんか働いている割にはなんかあんまり豊かな感じじゃない労働していて豊かな感じじゃないで給料が安いとかね最低賃金が通ったらとかね上はこんだけもらってんだりとか文句言ってるんだよね生活保護の人はそのお金に文句あんま言わない。 っていうなんか不思議だなだから分かりやすく言うとさあの日本人ってさ今結構あの、まあ、僕動画で何回も言ってるけど足の引っ張り合い文化になっちゃってるんだよねまあそれはねすごい感じますなんかだからあのガーシーチャンネルとかこれこれとかも流行るしワイドショーつければ誰かが不倫したとか闇、ね、営業の芸人がどうたらとかそんなんばっかじゃないですかでもなんかあったかい国のね恵まれない国アフリカとかあっち 結構みんな、ね、なんかニコニコして笑って歌うとか歌っててなんかあったかい感じじゃないですかだからそれと似てんのかなと思うんだよねまあそれ言っちゃうとね生活保護の人をなんかそういうバカにしてるみたいな感じはちょっと良くないかもしれないけど別にそういうつもりではなく、まあ、例えて言うならそういうことかなって思うんですよねだからあの要は生活保護をその楽しやがってとかあのね税金でね働かずに暮らしやがってっていう人っていうのは普通に会社勤めしてる人が そう言ってるケースが多いわけですよねってなるとその働いてるっていうのはさ自分でその会社を選んで「ね、お願いします」「頑張ります」って言ってあの選んで入ってでも文句言ってるわけじゃないですかでその文句を会社だけじゃなくて全く関係ないその生活保護の受 <laughs> 給してる人にも、ね「お前ら楽しやがって俺たちの税金で」って文句言ってるわけじゃないですかそれおかしいよねって話だよね。 だってそれってさ、あの、文句言ってもさ、その人の人生って全く良くならないし、ね、悪くなることあっても良くなることってないじゃないですか。まあ感情論なんだろうけど、でもそういうの結構発信する人とか多いですよね。それはね、本当にだからおかしいよね。なんで、あの、健康で普通に働ける人がこの文句言うのかなってね。じゃあ文句言わないような、文句が出ないようなあの会社とか職場選べばいいじゃないかって俺思うし、 なんならね、あの、アフリカに行って、ニコニコ明るく歌ればも歌った方が幸せじゃないかって。だからね、その、お金とか、その、ステータスを追求する生き方そのものがもう間違ってるんだよね。幸福とか、なんか、人の、のなんか、ぬくもりとか、まあ、ぬくもりって言うとちょっと言葉違うね。なんだろうね、暖かさとか、触れ合いとか、まあ、それを、をなんか、うん、人間性をね、その、 向上させるとか、まあ、そっちにね、なんか重きを置くっていうか、人間力を高めていくとか、あと、情状を大切にするとか、そっちにやっぱフォーカスしないことには、なんかいくらね、社会でビシッと頑張ってね、いい給料もらって、もうその、変わんねえじゃんって思うんですよね。あそうそう、それ、俺が本当に言いたかったのはこれなんですよ。あの、生活保護を自給している人が、不正なんかしないんですよ。で、それ以上に、 普通の企業、あの、名前が知られている大手企業、民間の会社の方がよっぽど不正してるんですよね。なんでかっていうと、労働基準法を平気で破ってます。あの、まあ、何回も言ってんだけど、もう雇用契約書に退職するには、あの、一月前に必ず言うこととか書いて反抗をさせるんですよね。もうそれ自体がもう間違ってるんですよ。2週間前が、あの、法律なんですよね。労働基準法。まあ、言うときりないよね。うん、なんか仕事が、 あの、暇になってね、早上がりさせたら、その分の6割払わなきゃいけないとか、今回のコロナで休みになったら、急に休みにさせたら、シフト作った後に6割払わなきゃいけないとか、お金をね、とか、あるわけなんですよ。そういうの全くしないし、まあ、ひどい会社になると、雇用保険とか社会保険、加入条件満たしてんのに入れさせない、なんか入らせないとかあるし、んそんなことばっかしてる会社が、もう8割以上なんですよね。これは僕の,あの 人生経験から言ってますそのねあの働いてきた会社っていうのは誰もが知ってる会社もあれば、まあ、知らない中小企業もあるけどでも8割以上がそうなんだよね。のがよっぽど不正していてその生活保護を受けてる人は別に不正せずにお金にも文句言ってないわけですよ。でその不正している会社であの働く人がブーブー文句言ってそのさらに弱いものをたらくって「ブルーハーツの歌じゃないけど、ね、俺たちの税金で」とかいやいや大して税金払ってなくて。 あのね、そんなに、ね、あの幸福度が高くないからそう言ってなんかうさばらししたいだけでしょってうとしか思えないんだけどねっていうなんか現実があるっていう僕は思うんですよね、まあ、だからなんだってことじゃないんだけどそれを知った上でじゃあ自分が、まあ、どう生きるかってことが大切なんじゃないのかなって僕は思います。ううもありがとうございました